皆様大変お待たせいたしました。通信機器のトラブルによりまして前半戦をお伝えすることがライブではできませんでした。誠に申し訳ございません。第1クォーター第2クォーターは幸いなんとか録画撮影ができておりますので、その試合の模様は後ほどまた動画投稿させていただく格好でご案内させていただきます。大変申し訳ございませんでした。前半戦を現在この入れ替え戦 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催の X2X3 入れ替え戦は前半戦を終えましてサイドワインダーズ0点、磯野スーパースターズ7点という状態で現在前半戦を終えております。まず磯野スーパースターズサイドワインダーズともに攻撃は好調でしたが、その中で磯野が好調なランプレーによって一気に相手陣に陥れ、まず先制の勝ち点を挙げ前半戦を終えた形になっております。多くの方々のコメントメッセージいただいて非常に申し訳なく思っておりますが、なんとか後半戦お伝えできればと思っていますので、ぜひ皆様ご視聴いただければ幸いに思います。なおこの配信では私の実況に加えまして特別スペシャルゲストとしましてレッツハドルのヒデボーさんに脇に座っていただいております。ヒデボー様、前半戦もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。レッツハドルのヒデボーです。今日の、ね、試合本当に、前半ですね、はい、試合展開としては磯野スーパースターズが、ランプレーを積極的にゴリゴリ、出しつつプレーアクションのパスとか、はい、クォーターバックの田中選手が走ってということで、リズムを掴んで7対0というような展開が前半あったので、後半もちょっとその磯野の勢いが勝つのか、はい、それともサイドワインダーズが、前半の修正をしてくるのか、うん、そのあたりが楽しみ趣味だなというところを見ながら思っております。そうですね、特徴的だったのは前半その磯野、私個人的には磯野がランもパスも順調に出ていたというのが非常に衝撃的でして、通常ならば X2 の相手であればどちらかは X2 側が止めるという印象があるんですけども、はい、非常に磯野の充実した攻撃にちょっと驚かされているという感じもあります。そうですね、磯野のこう一人一人タレント力みたいなところがいかなく出てたような印象もあったので、全然ねあの X2 と3のチームというような印象ではなくて本当に対等な、戦いを演じてるなというところを見てて思いましたね。はい、入れ替え戦というのは個人的にはその下の層のトップと上の層のボトムラインが勝負するという格好になるので非常に拮抗した勝負になると常々思っているんですが、この試合になると拮抗というよりは本当に全くどちらが上かわからないぐらいの迫力を感じてしまっているのが正直思います。はい、さあその一戦も間もなくその後半戦再開という形な時が間もなく近づこうとしております。このワンタッチダウン差というのが果たして最後まで響く差になるのか、それともあるいはここから波乱が起こるのか、非常に注目深い第3クォーターが間もなく始まります。前半一つポイントとしてはあのフィールドゴールをねサイドワインダーズが蹴ってブロックされたというのがあったので、まあちょっとその3点っていうのが取れなかったのは痛かったんですけど、それがね後々響いてくるのかというところ本当に大きく影響ありますよね。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2022 X2X3。 さあ両チームともフィールドの中に入ってまいりまして、入れ替え戦開始の本日の第2試合サイドワインダーズ対磯野スーパースターズ、まもなく後半戦開始。前半終了いたしまして得点経過はサイドワインダーズ0点、磯野スーパースターズ7点、磯野スーパースターズがリードしております。後半戦は白のユニフォーム磯野スーパースターズのキックオフです。開始されます。後半戦は磯野スーパースターズのキックオフで開始という形になります。キックオフキッカーを務めますのは磯野スーパースターズ1番の箕浦、岐阜大学出身のプレイヤーです。対しましてサイドワインダーズリターナーは7番と6番が配置されたようですね。そうですね、サイドワインダーズ、ワイドレシーバー6番のニーヤ選手と7番のランニングバック藤本選手の2人ですね。はい、さあ藤本選手ですね、リターン。藤本がリターンに入った。おー、これはナイスタックルだ。さあそしてどちらが抑える。さあ審判のシグナルが、キッカー1番サイドワインダーズが抑えています。しかしすごいタックルでした。いや、なんとか事なきを得ましたね。ただタックルされた藤本選手が痛みましたかね。はい、
これは素晴らしい、しかしカバーを見せました磯野スーパースターズ。まず逆にタックルで相手の機先を制するという形を取りました。キックオフボールをサイドワインダーズタックルされた際にファンブルしましたが、いや本当にまさにハードヒットという素晴らしいタックルでしたね。そして私はこのハードヒットタックルこそアメリカのスーパースターズというふうに感じてもいい。いやそうですね、30番スミ翔吾選手タックルしましたのは磯野の30番スミでした。ね、この磯野スーパースターズはね東海のチームですけど岐阜大学出身の選手がこうやってチームを牽引しているというのはねいいですよね。そうですね、確か岐阜大学は今季2部だったんですがこちらも入れ替え戦を制しまして一部復帰を果たしております。サイドワインダーズ自陣20ヤード付近からファーストアンテン、さあ外へ踏みました。ファーストエコー、クォーターバック19番ワイドレシーバー12番にパスを通しましてキャッチアンドランによって約7ヤードのゲインとしています。一気選手伊木選手へのパスが成功。失礼しました、ターゲットの選手は伊木選手でした。サイドワインダーズセカンドダウン田原伊木選手ですね、失礼しました、はい、今の良かったですね、テンポの速いパスでしたね。そうですね、こういったテンポを作っていける状況を持ち込みたいわ。さあトラブル発生しているがファールマーカー反則があった模様。サイドワインダーズここでイエローフラッグが発生しております。どのタイミングのイエローフラッグかですよね。これそうですね、ターンオーバーの前なのか後なのか、はい、ディフェンスライン49番近藤聡選手、しかしファールマーカー反則があった模様。前半もねスナップのミスがあったんでね、今後です、今もねそういうことだったんですかね。このスナップミス、特にラインからクォーターバックに渡すエクスチェンジというアクションは非常に重要なアクションです。単純な最初の1点目なんですが、これでミスをすると逆に言うと全てが破綻してしまいますので、これは大きな要素になるかもしれません。パーソナルファビロードです。サイドラインだと70番、あこれは今ディフライン、プレーの結果はファンブルボールを磯野がリカバーしたのでコース交代です。エクスチェンジをリカバーしたら磯野でした。したがって攻守交代です。ターンオーバー、磯野スーパースターズ、いやーターンオーバーが出ましたね。痛いです、これは痛い。反則したのはこの後にありましたので磯野はこれを取らずプレーそのものを成立させました。したがって攻守交代です。いやまあスナップってねこう見てるほど簡単じゃないんですよね。あれね本当に手探りになりますので、当たり前に入れてきたこと自体がすごいことだと思ってください。まあただそこのねミスから奪われてっていうのはこのフィールドポジションということもあってかなりディフェンスしんどい状況になりますね、これね、はい、さあ本当に陣地としましては磯野相手陣25ヤードの位置からのファーストアンテン。さあ投げてきますね。さあそしてパスが通ります。パス成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー86番にパスを通しまして田中健選手から約9ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー86番は神奈姫路工業大学出身神奈哲夫選手へのパスが成功。1番ではこの神奈が要所要所で短いパスを取ってまいります。磯野スーパースターズセカンドダウン。カンナ選手180センチの、ね、体格を生かしてますよね。そうですね、さあ中央へのランプ磯野スーパースターズランニングバック25番キャリア25番の突破力にかけましたが、さあ攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター、やはりエースの宮部がここで攻撃権更新を取りました。いやいい形でラン進んでますね、はい、ただちょっと一つ気になるのは磯野の方もスナップが乱れてますね。あそうですね、はい、ちょっと若干高さにばらつきがありますね、はい、磯野スーパースターズ大きなミスにつながらなければいいですが、さあこれをものにできるでしょうか。磯野相手陣16ヤード35番がクォーターバックの位置ですね。おーワイルドキャットを取りましたが、おー味方ラインマンがフォローに入ります。磯野スーパースターズワイドキャットから35番がキャリーをしましたが、しかしディフェンス殺到だが、これを磯野72番74番がフォローしまして約4ヤードのゲインに変えました。
今ので4ヤードも進めてるってすごいですよね。すごいですね。ブロック力素晴らしいフォローがありました、はい、72番は山口岐阜大学出身、74番は岩瀬静岡大学出身ですね、言ってた通りちょっとスナップが乱れて逆にそれがドロープレイみたいな形でちょっと遅れて、ね、逆にブロック完成しましたね。はい、さあ再び中央のランプレイ、ランプレイが進みますが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。磯野スーパースターズランニングバック22番今井選手、ボールを持ち、キャリアは22番の今井でした。ファールマーカー反則があった模様。ホールディン磯野の反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。セカンドです。ボールを持っている選手チームが相手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイとなります。ここでのホールディングが痛いですね。やむを得ないという気もしますが痛いですね。10ヤード、磯野スーパースターズ10ヤード下がってセカンドダウンをやり直します。結果的にセカンドダウン16の状況に変わります。磯野自陣、失礼、相手陣21ヤードからセカンドダウン16。さあ素晴らしいステップワークでかわして、いやナイスタックルですね。レシーバーに届きましたが、これはサイドワインダーズ23番が対応しまして、ほとんどゲインを与えませんでした。サイドワインダーズ23番の選手は石原、大阪産業大学出身のプレイヤーです。44番の中谷慎吾選手ですかね。まとめましたね、はい、この状況でサイドワインダーズディフェンス陣が奮起しております。サードダウン獲得まで残り16ヤード磯野スーパースターズサードダウン16。この長いシチュエーションはちょっとこの試合初めてですよね。そうですね。さあ下がりましてパスを閉じるか、閉じた、どういったか、パスは不正功だが、イエローフラッグ反則が発生しています。2箇所で反則があったスクリーメージライン上と今パスが投げられて、まあおそらくカバーですかね、その2箇所でのイエローですね。はあ、2箇所出ているということですね。さあこれがどちらにあったか、おそらくまあ2個目はねちょっとディフェンスが絡んだところなのかなというところでしたけど、最初のイエローがどうですかね。そうですね、2箇所というのがどちらの反則が適用されるか、あるいは双方ともにあったのか、こういった点も非常に重要な点になります。まもなくこの判定が審判からコールされます。不足が2つ発生しております。パーソナルファースリローダーベスト磯野56番パスインターフェランスサイドワインダーズ23番ペナルティはオフセッティングです。これは双方に反則がありました。いずれもプレー中の反則です。オフェンスチームにリローザーベスト腰から下への危険なブロックがありました。そしてディフェンスチームにも パスインターフェア前パスが浮いている間に相手を接触妨害する反則がありました。これにより審判の判断によりこのプレーはオフセット無効となります。2つ目はパスキャッチ時の反則、サイドワインダーズにパスインターフェア、同じプレー中の反則であったため双方ともに捜索する形になります。仕切り直しですね、はい、さあ仕切り直してのサードダウン16に入ります。磯野スーパースターズボールオンは相手陣21ヤード右に選手を増やしましたね、うん、固めてきた。さあどういくか、投げていったがインターセプト、パスインターです。ーーいやーここでターンオーバー出ましたね。ここで中央付近へのパスを投じました。磯野スーパースターズコーターバック18番、しかし取ったのはサイドワインダーズ29番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、この攻撃はサイドワインダーズ見事に阻止しました。29番は脇原、兵庫県立大学出身のルーキーです。サイドワインダーズ自陣11ヤード付近からファーストアンテンの攻撃、ここまでねああいう無理なパスはあんまりなかったんですけど、ちょっとヤードが長いっていうこととシチュエーションもあってか思い切って投げ込んだんですけど、逆に、ね、はい、サイドワインダーズよく見てましたね、はい、これは大きいプレーでした。ここでのゴール前攻防をなんとかサイドワインダーズしのぎまして攻撃権ダッシュです。サイドワインダーズファーストアンテン
外へ振りましたが、しかしこれはキャッチミス、パス不成功です。パス不成功となりました。まず一旦外へ振ってその状況を打開図ろうとしましたが、このパスは通らず、パス不成功に終わっています。結果的にダウン一つ失ってセカンドダウンに入ります。サイドワインダーズ、ボールオンは自陣10ヤードからセカンドダウンテ。いいですよ。さあ外へまくっていこうとする。ランニングバックに右オープン展開剥がしまして、ディフェンスの裏を突くように走りました。キャリアは22番、ゲインは約9ヤード獲得しています。ゲインは9ヤード、今うまかったですね。はい、そしてそこから、ブロック、ダウンフィードのブロックが良かったと思いますね。うん、この辺の判断はやはり X2 で磨かれているというふうに見させていただいています。さあサーダウン1ヤードですかね。はい、1ヤードをどのようなプレーでいくでしょうか。パスでいった。さあしかしこれ石野すごいチャージをいったら、さあ攻撃権更新になったでしょうか。いきましたね、攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、ワイドレシーバー6番、ワイドレシーバー6番キャッチしまして、タックルを受けながら攻撃権更新です。ニーヤ選手、今のはガッツが見えましたね、プレーから。そうですね、ここで神戸学院大学出身の名レシーバーが活躍しています。さあまた外へ振っているが、おこれはそのタックルが素晴らしい。今度は逆サイド、ワイドレシーバー9番に振りましたが、その21番がタックルしまして、ゲインは2ヤードにとどめています。ゲインは3ヤード。9番は尾崎選手ですね。はい、ワイドレシーバー尾崎、こちらも神戸学院大学出身。タックルをした磯野の21番は藤井でした。鳥取大学出身のチームのバイスキャプテンです。ちょっとサイドワインダーズのオフェンスが、短いパス外に早く振ってランプレ側に使うような形が増えてきましたね。はい、さあ今度は戻ってきたレシーバーに対してパスを通りました。これが通りまして約8ヤードのゲインとなっています。7ヤードのゲイン、パーソナルには至っておりません。6ヤードほどのゲインでした。サイドワインダーズサードダウン、パーソナル獲得まで残り1ヤード。まあ、一つニーヤ選手がポイントになってますよね、今日の試合はね。そうですね。さあこのニーヤの活躍がこの状況を打開図れるかもしれません。さあ右オープンを展開しようとするが、このタックルでどうだろうか。止まったんじゃないですか。22番吉川拓也選手、右オープンプレー、攻撃権更新にはなっておりません。オースダウンと変わります。わずかに届いていません。ここねランプレーに変えてきたんですけど、裏目に出ましたね。オースダウンギャンブルですか。これギャンブルですか。失礼しました、オースダウンギャンブル。ただねパントも蹴るんで、ここから下がってパントっていうことも。ここでホイッスルが鳴ります。ここでホイッスルが鳴ります。チームタイムアウト、磯野。ここで磯野が後半1回目のタイムアウトを取りました。いや今まさに我々が混乱したように、おそらく磯野さんの方も対応が必要だということでタイムアウトを取られたんでしょうね。そうですね、共にクォーターバックがパンターやキッカーを兼ねられるというのがお互いのチーム特色にもありますので、互いにそこで何かを仕掛けられるということを察せるということもあるんでしょうね。まあ、サイドワインダーズ、ね、あの前節 J スターズ戦でもこういう位置から、はい、まあ、その時は トリックプレーというか、パントフォーメーションからのフェイクでしたけど、はい、果敢にやってくるんでね、プレーをね。そうですね。あ、やっぱりプレーですよ。ギャンブルでいきます。ここを勝負ポイントとまず見ました。サイドワインダーズフォースダウンプレッシャーですね。フォースダウンギャンブル、ここで磯野がシャットするがボールを半分している。イエローフラッグも出てますね。ファルマーか、何か反則があった模様。サイドワインダーズコースダウンの攻撃、ギャンブル。さてどのような判定になるでしょうか。ここもイエロー2枚出てますね。反則があった模様。お互いにものすごい気迫が表に出ている、そのような光景にも見えます。最後に残った X2 の残り1つの1枠、互いに譲れないその意地が見えます。
さあこの判定はちょっと大きいですよね。まあプレーとしては完全に止まったと思っていいですよね。でファンブルをしていて、まあ、これ仮にリカバーしていても、攻守交代になるので、そうですね、はい、開始点より後ろですのでそのままであれば攻守交代ということになるのですが、反則がどのような形で施行されるでしょうか。結構ね、一つ目のフラッグはタイミング早かったんですよね。まずそれがちょっと気になるところですね。はい、で二つ目は逆にプレー終わってからの可能性もね、場所的にはあるので、ちょっとどうなるのか。しかし今磯野のね、割り込んでくるスピード勢いみたいなのは気迫を感じましたね。スピードでむしろサイドワインダーズを押している感がありますね。はい、確か春のトーナメントでもこのスピードで相手を最終走り勝ちしたという試合が、反則が2つ発生しております。オフサイド磯野、さあまずはオフサイドのペナルティディフェンス、罰則セコンド結果サイドワインダーズファーストダウンです。プレー終了後の反則です。アンスポーツマンライクコンダクト、サイドワインダーズ59番15ヤードのペナルティです。サイドワインダーズ施行地点からファースト、施行された地点よりファーストダウンです。今回も双方に反則がありましたが、若干違うのはプレー中にあった反則とプレー後にあった反則です。まずはプレー中に磯野がオフサイドの反則をしました。従いましてこれにより5ヤードバッタリとなり攻撃権更新となります。しかしその後プレーが終わってからサイドワインダーズが反則しましたので、これは施行されます。したがって攻撃権更新地点が15ヤード下げられての攻撃権更新になります。反則の発生時期によってその反則の取り方は異なります。プレー中であった先ほどのオフセットとは異なり、プレーのタイミングが違う形になりましたので、共に施行されました。攻撃権はサイドワインダーズファーストダウン10。結果的にファーストダウンは取ったんですけど、ヤード的には下がることになったという感じですね。そうですね、はい、ですので本当の意味での振り出しという形での自陣21ヤードからの攻撃になります。さあまずやはり外から振っていきます。これですよね、これがうまくいってますよね。おそらくこれが突破口というふうに考えているんでしょうね。まずこのプレーから入る傾向がサイドワインダーズにあります。ワイドレシーバー12番のターラにパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。5ヤードのゲイン、サイドワインダーズセカンドダウン。さあサイドワインダーズセカンドダウン5、ボールオンは自陣26ヤード。さあプレアクション、さあ受け入ったパスがゴー、ナイスゲイン、ファーストファーストファルマーカー、ここでユーモフラッグが発生しています。サイドワインダーズワイドレシーバー6番新谷太郎選手へのパスが成功。またまた新谷選手でしたね。やはりこの試合の鍵になるのがこの新谷かもしれません。ただイエローがね、これね、ここでちょっと場が乱れていますね。反則増えてきましたね。イリアルフォーメーション5バックス、サイドワインダーズ5ヤードのペナルティーです、ね、セカンドダウンを繰り返す。先ほどのプレーは無効となります。ただいまの反則はサイドワインダーズにイリアルフォーメーション5バック、5バック、バックスと言われるポジションに5人いる状態でプレーを開始してしまいました。アメリカンフットボールはフロント最前列のラインその後ろをバックスと表現しますが、バックスは4人以下でなければいけません。結果的に5ヤードバッタイとなりまして、セカンドダウンやり直しとなります。やり直します。ちょっともう切り替えてやってくるしかないですね。そうですね。さあこの状況、サイドワインダーズはどのようなプレーを持ってくるでしょうか。さあプレッシャーあるが、さあ外に振ってレシーバーに通したんですが、そのままディフェンスはすごくいい。ワイドレシーバー12番ターラ、12番右スプリントアウトからのパスを取りキャッチアンドランを期待されましたが、しかし磯野ディフェンス陣に殺到しまして、ゲインは約4ヤードにとどまっています。
田原選手がでもね、あのサードダウンファーストダウン獲得までしっかり5ヤード4ヤード取ってくれるのは大きいですよね。そうですね、いずれにしましてもこのわずかずつでも刻んでいけるという点では大きいです。はい、さあサイドラインナーズサードダウンファイ、さあパス、あ走る、クォーターバック、さあここでランパスオプションがキープかかりましたが磯野が仕留めました。クォーターバック19番フォースダウンに変わります。パスを投じようとしましたが中央スクランブル、ゲインは1ヤード、ディフェンスラインサイドワインダーズフォースダウン、クォーターバックの走力についていけてるというのがすごいです。そうですね、今のおそらくね走って走力でまくっていこうみたいなプレーだったと思うんですけど、全く、はい、空いてるところもなかったですし、しっかりスピードで止めてますよね、はい、振り切るどころか逆にまくり込んで囲い込んだという感があるすごいプレーでした。あちょっとこのパントは若干シャンク気味だ。ここで攻守交代、磯野陣の40ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。陣地を挽回、ボールがサイドラインを割った地点から磯野スーパースターズファーストダウン10の攻撃。サイドラインナーズ突破する兆しがあるプレーは散見していたんですが、そうでしたね。磯野しかしすごいディフェンスの走力スピードですね。完全に相手をスピードで圧倒しているプレッシャーをかけています。はい、真ん中ね特に DL の選手たちが結構スピード速く動いている印象なので、なかなかサイドワインダーズも切り崩せないですよね。勝負できているのはレシーバーの速いパスとかだったので、ラインマンが追いつけないところということでの展開ですかね。はい、そうですね。しかしそれすらもというものすごい圧力をかけています。はい、サイドワインダーズ番号変更です。44が50番です。ここでサイドワインダーズの選手に背番号変更があります。44番の中谷が50番を着用する形になります。さあそして攻撃権は磯野に変わりまして、磯野自陣40ヤードからファーストダウン10。おっとファンブル、さあここでトラブルが発生している。磯野スーパースターズランニングバック25番宮部裕二選手ボールファンブル。今危なかったですね。しかし自ら抑えておりますので攻撃はそのまま磯のスーパースターズ。ただいまプレー1ヤードのロス。レフリータイムアウト、負傷者のためのレフリータイムアウトです。ここで負傷者が発生しておりますのでレフリータイムアウトが入ります。トラブルがありましたので、こちらも序盤トラブルがありまして多くの方々のコメントを読み上げていないんですがだいぶご心配をかけていたメッセージが多々ありまして非常に申し訳なく思っております。後半でからではありますが、なんとかライブ配信は再開できておりますので、ぜひ後半戦からご視聴いただければと思います。また前半戦に関しましては録画できております部分を後ほど私のブログの方に投稿させていただきます。そちらの方でこの試合の内容をご観戦いただければ幸いに思います。とは言いましてもその前半からの緊迫した攻防がこの第3クォーターもまだ続いているという感じですね。そうですね、やっぱりこの緊張感がある展開ですよね。ただ一方で今みたいにちょっとファンブルというかミスがお互いに出てきているので、うん、これが致命的なものにならないかどうかっていうところは非常に気になるところで、はい、後半特にこのもうすぐ第4クォーターですけど反則と、ターンオーバーですよね。このあたりが勝負を分けてしまわないようにちょっとお互いに気を引き締めつつ、素晴らしいプレーを引き続き楽しみたいですよね。そうですね、はい、なんとかこの試合を、まあ、いずれにしてもレフリータイムアウトとかしてものにしたいという思いは強い。この試合に負けた方がセカンドダウン X3 に降格という形になります。さあその磯野の攻撃に入ります。いやこのランプレーが出ていく。クォーターバック18番ハンドオフェイから磯野スーパースターズクォーターバック18番8ヤードのゲインと書いています。クォーターバック18番田中健選手自らボールキープ。いや今坂に0番のですね工芸和樹選手が、はい、ブリッツを前半からですね入ってきてるような形なんですけど、うん、なかなか当たらないですね。うまく磯野がその裏をついたプレーを入れてますよね。残り3ヤード、
おそらくはサイドワインダーズこれ対策をした上でのこれはブリッツなんでしょうけども、はい、それをもうかわせるというのがそのまた上がってきましたね。さあ北がどうだ、今度はランニング枠に託した。そしてオフェンスラインマンがまさに5番を押し込みまして攻撃権更新です。磯のスーパーサーズファーサー東直樹選手、35番の東でした。京都工芸繊維大学出身というよりもオフェンスラインマンのプレッシャーがすごい。はい、すごいですね。もうゴリゴリに押してましたよね今も。いや正直申し上げません、 X2、3の立ち位置を見間違えてしまうほどの迫力を感じます。はい、今のもね人数的には0番の工芸選手がブリッツかけてたんで、またキックポイント的にも悪くはなかったんですけど、しっかりもうライン面が押してますよ ね、 ですね。これはすごい迫力がありますが、さあ今度はパス、さあ空いてる、うわパスは不成功。ここでディープリンカーターゲットは19番でしたが、ギリギリあのパスカバーに上げた手によって目測を誤らせました。ギリギリの粘りによってこのパスは不成功です。サイドワインダーズ29番のディフェンスバックの脇原選手ですね、はい、カバーね、執念のカバーが結果的にはあのパスの目測を誤らせるという好プレーになりました。しかしヒヤッとするプレーでした。今ね完全に空いてたんで、ボールがもう少しリードボール、エンドゾーンに向かっていくボールであれば、通ってたんじゃないですかね。セカンドダウンで、はい、ギリギリでした、はい、しかしまあ結果的にはセカンドダウンとなります磯野スーパースターズ。さあ今度はランニング枠に託します。キャリア22番ハンドオフを受けまして中央突破、約2ヤードのゲインにしています。磯野スーパースターズランニング枠22番今井金沢大学出身、野宮選手中央ランプレー2ヤードのゲイン、ダウンを進みサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。第3クォーターが終わりそうですね。あなるほど、ちょっと時計をちょっと操作誤っておりまして、現時点ではまだ画面上時計残っておりますが、ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終了、クォータータイムです。第3クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、磯野スーパースターズ7点。磯野がタッチダウン、ワンタッチダウンをリードしたまま最終クォーター、第4クォーターに移ります。